こんにちは。数ある動画の中から、こちらのですね、ChatGPT ファンクションコーリングのですね、動画をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。メールとかカレンダーとか、そういったのをですね、さらに自動化できないかと思って、ChatGPT かけるメールカレンダーですね。まあ、Google Apps Script という言語を使うんですけど、そういうのをやっていこうと思います。でですね、まあ、まず、スプレッドシートを 開いいててやっていくのですが前回の動画で,ですね、YouTube で解説していますので、こちらではちょっとエラーになっていた部分とかもあったので、改めて取り直している部分もあるんですけど、あと記事にね、結構書いてますので、こちらの記事も読めばだいたい同じことができるようにもしてますので、こちらは YouTube の概要欄、後で載せておきますので、ご確認いただけると幸いです。まあ、早速やっていきましょうかね。 こちらにですね、まず新しくスプレッドシートを開きますということで、こちらクリックしていただければ、スプレッドシートを開くんですけど、シンプルにですね、はい、Google ドライブからとかでも、スプレッドシートを開きますので、適当に開いてください。YouTube、ChatGPT。今日使うのがファンクションコーリングですね。テストとかしておきましょうかね。そしたらですね、このメニューバーっていうんですかね、 上のところのこの拡張機能というボタンがございまして、こちら拡張機能からアップススクリプトですね。開いていただけると、こう Google のね、アップススクリプトの画面が開かれるかなと思います。はい。ですね。ちょっと幅を整えて。はい。でですね、このファンクション、マイファンクションのところは消してください。あ、そうだ。あとですね、この A1 のところ。 このセルのところのですね、ここに制約書いておくと、なんかそれ、その制約通りにチャット GPT 話しが上げてくれます。例えば、中華料理のエキスパートですみたいな感じにして、この語尾にあるよをつけてくださいってやると、あの全部のチャット GPT のメッセージがあるよって返してくれるんですけど、まあ今日今回はこれつけないで空白にしておきますね。空白でも一応、 シンプルに ChatGPT みたいな感じで動くようにしています。はい、あとですね、ChatGPT の API、まあ、正確に言うと OpenAI 社が出している API ですね。こちらはまだ使ったことないよという方はですね、あの動画ありますので、こちら YouTube の概要欄にも、この記事にも書いていますので、もしよければ OpenAI の API をですね、最初に発行してからあの、はい、こちらの動画をご覧いただけると嬉しいなと思いますね。 こちらの Create New Secret Key というボタンからですね、新しく OpenA のキーが発行されますので、こちら発行しておいてください。はい、ではですね、メニューバーの拡張機能から Apps Script を選択しますということで、まあ、さっきやったんですけど、この拡張機能ですね、ここから Apps Script というのがですね、ございますので、こちらクリックしていただき、ちょっとタイトル付けましょうかね。 ファンクションコーリングテストをしましょうか。はい。で、ですね。こう、ファンクションマイファンクションと書かれているのをすべて消していただき、代わりにですね、こちらのコードを貼り付けます。全部コピーして。よいしょ、ここまでですね。結構長いですけど、164行ありますね。 こちら貼り付けて保存しましょう。このプロジェクト保存というボタンですね。上の方の,のボタン、フロッピーデスクのボタンですね。こちら保存して実行するんですけど、一箇所だけ変更してください。この OpenAI キーという2行目ですね。こちらは消してですね、先ほどこの OpenAI 社の、ね、ページの Create New Secret Key というボタンを押して、 発行されたキーをですね、こちらに貼り付けておいてください。貼り付けましたらですね、また保存して、じゃ早速ですね、実行ボタンを押してみましょうかね。このですね、実行ボタンですね、押してみましょう。ポチッて押していただけるとですね、まずですね、承認が聞かれますので、承認、権限を確認というボタンですね。で、まあ、メールアドレスですね、こちら選択していただいて、 でですね、この、出る人と出ない人がいるんですけど、この詳細から移動ですね。この、詳細ってボタンがあって、移動ってボタンがあります。これ、私出なかったんですけど、会社とか、あと、大学のサービスとか、あと、教員とかはですね、実は出ないんです。私、これ、教員アカウントでやってるので、高校の教員のアカウントですね。こちらだと、これ出ないんですよ。まあ、なので、 丸に飛ばせる方は飛ばして、丸3ですね。で、えー、メール送信とか、あと、スプレッドシートの、えー、参照、編集、作成、作業まあ、スプレッドシートとの連携ですね。あと、Google カレンダーへのアクセスですね。あと、チャット GPT とかの外部サービス、LINE とかを接続したいときに、外部サービスへの接続も許可しないといけないので、これらですね、許可してあげてください。 これね、右下に許可というボタンがあるので、こちら、許可というのを押しますね。そうするとですね、実行ログの中に、チャット GPT のですね、返答が返ってくれば、成功なんですけど、最初だけですね、ちょっと時間がかかりますので、あ、返ってきましたね。11行目にですね、ファンクションチャット GPT、こちらのですね、チャット GPT というファンクションをですね、今選択しました。3つ関数あるんですけど、 チャット GPT ですね。こちらを実行した感じですね。で、最初の12行目に、おすすめの中華料理を教えて、これがですね、プロンプト、まあ、あの投稿する呪文というか、文言ですね。こちらを、えー、プロンプトの中に入れて、で、これでですね、普通にチャット GPT で返ってきた返答がこちらですね。これは、あの、ファンクションコーリング使ってないんですけど、まあ、使わないパターンですね、はい。ファンクションコーリングっていう時点なので、 いろんなファンクション。まあ、ファンクションというのは、日本語で言うと関数なので、関数を呼び出せるんですね。なんで、まあ、私2つしか作ってなくて、セン e イーメール、まあ、メールを送るっていう機能と、あとレジスタースケジュール、予定を追加する。この2つのファンクションを作っています。で、この2つのファンクションを使わないケースの場合、シンプルにチャット GPT みたいな感じで、こう、チャット GPT が回答してくれるっていう、まあ、そういう設定にしていますね。 なんで、まあ、おすすめの中華料理をちょっと紹介しますみたいな感じ。餃子、麻婆豆腐、杏仁豆腐、杏仁豆腐はないか。春巻き、カニチャーハン、あ、いいですね。カニチャーハン出していいですね。これらの中華料理をお試しみくださいみたいな感じで、まあ、普通にね、チャット GPD みたいな感じで返してくれています。はい。で、ここからですよ。ここからからですね、ファンクションコーリングということで、まあ、いい感じにメールアドレスを取得して、件名と本文を生成して、メールを送信してくださいと。 まそういったね、プログラムを作っていきますの。まあ書いてるんですけどね、この12行目はですね、もう使わないのでコメントをしていただいて、この13行目のコメントを外してください。でですね、これメールを送るんですけど、まあ、この、コメ米米,米,米 .gmail のこのメコメをですね、まあ、実際に届くメールアドレスにちょっと変えてください。 ですね。で、このメールアドレスに対しておすすめの中華料理を5つ送ってくださいと。で、メールの送信相手は20代の女性ですって、まあ、ちょっと具体的に書いてみました。で、これでですね、プロンプトに書いておけば、実際にメールが送られるんじゃないかなと思います。ちょっとやってみましょうかね。はい。ちょっと実行しましょう。実行すると、メール送られますかね。くるくる回っていますあ、来ましたね。 おすすめの中華料理というメールをこの人に送りましたということで、じゃあ届いてるか確認しましょうか。はい、しっかり届いてますね。おすすめの中華料理というタイトルで、はい、こんにちは。20代の女性です。これちょっと間違ってますね。メールの送信相手を20代の女性なんですけど、こんにちは20代の、私が20代の女性ですってなってるので、まあ、この辺はちょっとプロンプトの中身を変えた方が良さそうですが、まあ、ちょっとこの辺は微調整。 してくださいということで。まあ、おすすめの中華料理5つはちゃんと書いてますね。こちらのコマでにどうぞ。こんな感じで、あの、メールが送られるって感じですね。でどうやって送ってるのかというとですね、資料にも書いてますけど、この部分ですね。ファンクションコーディングの部分で、ちょっと下に行くと、んと、ここですね。ファンクションズっていうのを作ってます。ここら辺はですね、普段のチャット GPT の API なんですけど、新しく 追加された機能がこのファンクションズですね。でここにですね、最初にこの SendEmail っていうのを作ってます。ここまでですね。よいしょ。はい。この34行目から55行目までですね。これがファンクションコーリングで、まあ、ネーム、これが関数ですね。の名前で、でディスクリプション、これ説明で、メールを送信してくださいっていう。これが命令ですね。 で、パラメーターズ。これで、あの、欲しいパラメーターを取れます。で、私はメール送信するために必要な機能3つあるなと思って、1つが E メール。メールアドレスですね。はい。文字型でメールアドレス取得してくださいねっていうのと、あと2つ目が本文ですね。まあ、これも文字で欲しいですよ。基本的に文字ですけどね。まあ、本文欲しいですよっていうのと、あと3つ目。件名ですね。まあ、これも文字型で、 えー、件名取ってください,い。で、まあ、本文と件名は、まあ、ないパターンあるかもしれないですけど、必ずですね、e メールは欲しいので、まあ、e メールはと、必ず取ってください。こういったですね、一個、ファンクションを作っています。で、SendEmail っていうのはどこにあるかというとですね、SendEmail 検索してみましょうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここですね、メール送信となっていて、ここに、まあ、Gmail App という、 つけてますこれ Gmail アップじゃなくて、メールアップの方がいいらしいですけど、まあ、動きましたね。メールアップというですね、機能を一個作っています。で、これでですね、まあ、メールを送信していますねで。引数、メールアドレスと本文とサブジェクト、件名ですね。オプションはちょっと、名前を ChatGPT からのお知らせとしたかったので、ここですね。 あの私からのメールじゃなくて、チャット g p t からお知らせというあの名前に変えていますね、はい。で、メール送っているやつですね。これはあのガスの機能としてあるので使っていますと。で、最後にテキストとして、あメール送りましたよっていうのをリターンで返して、そのリターンで返ってきたものをですね、コンソール l e l で処理されているといった形です。いかがでしょうか。すごくないですかね 勝手に、この文章からですね、メールアドレスと本文と、件名を取得したり、生成したりして、実際に送信しているという感じですね。すごいですよね。結構、いい感じに AI 使ってる感が出てきました。じゃあちょっと、最後にですね、のいい感じに、次は予定をですね、取得します。例えば、開始日時と終了日時を取得した上で、Google カレンダーにですね、その予定を追加してあげるっていうのを、 最後にやろうと思います。ではですね、今度は13行目、さっきのこうですね、プロンプトをまた今度コメントして、スラッシュ2個入れてあげて、14行目のですね、スラッシュを外します。でですね、今度は来月の18日、午後3時から4時まで渋谷でショッピングする予定を追加して、というのをですね、ちょっと保存して、このプロジェクトを保存して、このチャット GPT の関数、 実行してみましょうか。こうですね。実行ボタンを押してみます。はい、あ、また権限使いれましたね。まあ、権限聞かれたときはですね、必ず承認しましょう。このエドですを選択して、まあ、ユーザー本人にこわってメールの写真が一個うわってますけど、まあ、なんか聞かれたら許可してあげてください。はい。で、カレンダーに追加されるんじゃないかなと思います。来月。まあ、これ取ってるのが7月、 14日、かっこ金曜日なので、うん、まあ、来月は8月ですよね。なので、8月の18日の15時から16時。しっかり解いてますね。午後3時から午後4時まで。ショッピング。まあ、渋谷でがなくなってますけど。これディスクリプションまあ、つまり詳細のところに渋谷の情報が入ってたらいいですけど、ちょっとカレンダーを見てみましょうか。カレンダーの8月の 17、あ、入ってますね、ショッピング。はい。あ、説明のところにちゃんとシビアルショッピングって書いてますね。しっかりと取れてますね。例えば、7月、今日14日なんですけど、来週21日から、どうしましょうね、30日まで、ニューヨークに出張しに行きよとかにしましょうかね。ちょっと期間をつけて、 予定を追加してとしてみました。でこれでですね、保存をして、実行をしてみましょうか。そうすると、7月の21から30まで。あ、これ8月だか。8月になってますね。7月の21。あ、できてますね、しっかり。 つかまあ、こちら日本時間になってないので、あれですけど、はい。まあ、これ日本時間の21時から8 8 30日まで、しっかりと取れてますね。GMT00 になってるんで、あれですけど、しっかりと、はい、29までですね。取れてますね。いい感じですね。はい。まあ、なので、ちょっとあの、何回か私今、テストしてたんですけど、明日とか、 そういう曖昧な表現よりも、具体的な日付を入れた方がしっかり取れそうですね。なんか再来月とか言うと、再来月があんまりチャット GPT 苦手だったり、まだするので、まあ、来月だったらいけたりするんですけど、ちょっとあ,のあまり使わない日本語だったりすると取れなかったりしますが、まあ、その辺は後々解決するだろうと思いますしね。うん。しっかりとですね、関数は呼び出せていそうですね。 で、これ、どこを使ってみたかというとですね、今度はですね、56行目ですね。56行目から113行目までですね、この記事にも書いてますが、このレジスタースケジュールというところですね。ちょっと長いんですけど、ここ何やってるかと言いますとですね、まあ、レジスタースケジュールというファンクションを呼び出しますと。で、予約するっていう説明。 予約するときにですね、動く関数ですね。で、パラメータ何とっているかというと、まずですね、タイトルですね。文字型でタイトルをとっていてで、次ですね、ここちょっと長いんですけど、まあ、年、月、日、時間、分、これらをとっています。今度はですね、文字型ではなく、数字の型でとってますね、全部。で、あと、スタートじゃなくて、エンドもとってますね。 年、月、日、時間、分ですね。ちょっと JavaScript とかって数字に弱かったりするので、まあこれ一個一個分けて撮ってるっていう感じですね。で、最後に説明ですね。まあ予定に入れる説明のところを追加していますと。で、必要なのはタイトルと、あと年、月、日は最低必要ですね。年、月、日を取ってくださいと。やっています。はい。で、 JavaScript はですね、月だけマイナス1しなきゃいけないので、まあ、月だけマイナス1しています。で、最後ですね、この registerSchedule ススというファンクションは何やってるかというと、もしですね、あの、フがあったら、まあ、全部、分まで取ってねっていうやつですね。で、フが定義されてなく、かつ、あの、時間が定義されていたらですね、 時間までを取得していますね。スタートタイム。で、最後ですね。時間すらもない場合、さっきみたいな、ちょっと何月何日までとか、そういうやつですね。そういう時は、年、月、日だけ取ってますね。まあ、はい。エンドタイムも同様ですね。で、これでですね、カレンダーの中に予定を追加していますという感じですね。はい。で、ちょっと、予定にですね、チャット GPD からの追加というふうに、 最後に入れていますね。ちょっとこれ見に行ってもらうとわかるんですけど、こう最後にチャット GPT からの追加と説明に書いてますね。まあ、ちょっと区別するように、あえてこういうふうにしています。で、テキストとして、追予追加しましたよということを返していますね。いかがでしょうか。まあ、実際にですね、考察と,とて、チャット GPT の機能ですね、曖昧な文章でも AI の力を書いて呼び出す。 いうこといろいろと幅が広がりますし、な、ま、ん、あ、といってもですね Google 側は無料で提供していますし、あと他の Web サービスとか持っている方は、ですねそのウェブサービスに、ね、ChatGPT のファンクションコーリングを使えば、いろんな強力なですね AI のアプリケーションを作れると思いますし、あと私が出している LINE×ChatGPT の記事もですねちょっと応用すれば、ファンクションコーリングでなんかちょっといい感じのアプリ作れたりもしますしね。はい、あと web API とか、スクレーピングとかも活用すれば、もっとより幅も広がると思いますので。もちろん、Google のサービスだけでなく、いろんな API、いろんな会社出してますので、そういうのを掛け合わせれば、いろんなのを作れると思いますので、ぜひ、やってみてはいかがでしょうか。で、公式のですね、記事も一応載せています。ここにですね、私が説明しないところ、例えば、3.5ターボではなく、3.5ターボの0ログ資産を使ってくださいと。 ここですね。0613を私は使っています。まあ、もちろん GPT-4 使える方はですね、GPT-4 の0613でも大丈夫ですね、はい。で、こういろんな、こんなのできますよみたいなことが書かれてますので、まあ、もしよければこちらもご参考くださいという感じですね。はい。で、最後にちょっと宣伝なんですけど、Google Apps Script トちょっとわかんないよという方のよにですね、 2時間で知識ゼロから基礎マスターという講座を出していたりもしていますので、もしよければ、こういった講座も合わせてご受講いただけると理解が深まるのかなとも思ってますし、あとファンクションコーリングも含めたですね、チャット GPT 講座みたいなのを近日ユーデミで出そうと思ってますので、もしよければですね、そういうのも受講していただけると嬉しいです。このチャンネルでは、毎週金曜18時に、プログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。 毎週月末の金曜18時にはテーマを1つ決めてライブ配信もしています知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしていますまた現在は海外に住んでおりますので現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしましたそれから豪華なゲストをお呼びして インタビューを行ったりもしています。TSFCM Tech School for Change Makers も運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。